せいたしました。まもなく出発いたします。走行中角度が変わり揺れますので手すりをお持ちくださいませ。山頂からの景観と箱庭のような公園はいかがでしたでしょうか。皆様にご覧いただきました三方五湖の景観は万葉集にも歌われ、若さなる三方の海の浜清み、いゆきかえらぎ、みれど赤ぬかもと紹介されています。そして沖ノ石につきましても、我が袖は白日に見えぬ沖ノ石の人こそ知らね乾く名もなしと歌った二条院さぬきの短歌は小倉百人一首でも知られています。行きも帰りも見飽きることのない清らかな三方五湖が皆様の心を癒せたら幸いです。皆様、ケーブルカーの中に一つだけピンク色のつり革がございます。恋人の聖地として皆様に幸せをつかんでいただきたいと願いを込めました。山麓に到着しますと、地元の民話で知られる角笛だぬき、かっちゃん家族がお見送りいたします。まもなく到着いたします。ケーブルカーが止まるまでお待ちくださいませ。本日はレインボーラインケーブルカーをご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。